どうもこんにちは、小佐島です。今日は奇跡の脳と量子力学と仏教ということについて、小流れでお話しいたします。いや、今日もすっごい内容ですね。脳科学と量子力学と仏教という3つの異なる分野がありますけども、それが非常にね、深い関わりがあるんですね。神話性がある。驚くべき共通点がありまして。しかもそれが私たち、つまりはあなたにとって、 非常に大切な内容なんですね。そして、間違った常識を覆す、非常にエキサイティングで、他ではね、滅多に聞けない、大変貴重な動画になってますので、ぜひ最後までお聞きください。まず、奇跡の脳という本をご存知でしょうか。この本は、ジルボルト・テイラーさんという方がね、書かれた本ですけども、このジルさんという方は、脳解剖学者であり、タイム誌に、 最も影響ある100人にも選ばれたことがある。すごい方なんですねで。このジルさんですね。脳の左半球が脳卒中になるという、そういう経験をされるんですね。脳解剖学者は自らが脳卒中とはどういうふうになるのかということを経験した。その貴重な記録を書き残したのがこの奇跡の脳であり。しかもそこには驚くべきことが書かれてあるんですね。早速内容に入っていきましょう。まずジルさんは、 ある朝、左目の奥に突き刺すような痛みを感じて目覚めたそうです。そしてですね、だんだんと何かから切り離されていくような感覚を覚えるようになったそうです。そして、思考、頭はね、面積、はっきりしているのに、心と体のしっかりとした結びつきがどんどんもろくなっていくように感じられたそうなんですね。そしてまた、脳と体の 50兆個の細胞が完全に強調し、全体のまとまりを維持すべく、どんなに力を尽くしているかが一瞬にして分かったそうなんですね。日頃は意識しないね、細胞一つ一つ。しかもそれがもう見事にこう強調し合っているということを感じた。いや、分かったということなんですよね。さらに、神経系があらゆる関節の角度を計算し続ける自律機能に目を見張った。 いろいろね、自分の体ということが分かり始めたというんですね。これはなんか怪しげなオカルト的な話じゃなくて、実は脳のこのバランスが崩れることによって、脳のある機能はね、ほぼ止まってしまって、その分別の機能がこの優位になったと言いますかね、表にこう出てきたので、今まで気づかなかったことに気づけるようになったということなんです。もっと話を続けていきましょう。ジルさんはここでですね、大事なことを言ってます。 そういう細胞のこととかね、この関節の自立機能とか、こういったことを感じるとともに、自分が生きているという、ね、ことを感じた。いわゆる生命というものを感じたって言うんですね。単に物質的な細胞というよりも、生き生きとした生命、生きてるってことをありありと感じた。こんな経験今までしたことなかった。こう語ってます。ところがですね、水を出そうとしたんですけども、その蛇口をひねったときに、 いわゆる水が出たときに耳をつんざくような騒音のようにこう聞こえてびっくりしたっていうんですね。でそのことによって脳解剖学の面から、まあ、この人脳解剖学者ですからね、いろいろ知識があるので、あこれは命に関わる機能不全に陥ったかもしれないということに気づいたそうなんですよ。そしてだんだんすべてがですね、スローになってゆっくり時間が動く、ゆっくり体も動く、ゆっくりモードに入ってきたと、こう感じたそうです。 それは何を見せているか。これは脳内出血によって血圧が下がってきたに違いないと。専門家ですからね。この辺は冷静に、これはまずいということも分かってきたそうですね。そして三次元の現実感覚を失ってきたっていうんです。三次元っていうのは縦、横、高さ。こういう立体的な感じですね。私たちが日常に感じている。そういうこの空間的な感覚が失われてきたっていうんですよ。 それから、どこで自分が始まって終わっているのかという体の境界すらはっきりしなくなってきたそうです。普通私たちはね、この頭のてっぺんから足のつま先、これが私と、始まりも終わりもね、はっきりしているように思ってますけど、これがはっきりしなくなってきたっていうんですね。そして、体が固体ではなく流体、まあ、液体のようなね、流れていく。そういったようなものに感じるようになったというんですね。<laughs> 私というのは肉体、いわゆる個体とこう思ってますけども、そうではないように感じてきたということなんです。周りの空間や空気の流れに溶け込んでしまい、もう体と他のものの区別がつかなくなる。そういった感覚になっていき、意識のある心があって、この体は生きるための乗り物と感じたそうです。さらに過去の記憶と未来の夢が消えていく。この時ですね。 うずくような痛みの感じが胸に押し出せ、それが喉までぐんぐん上がってきた。まあ、自分が容易ならぬ危険な状態にあることを思い出したんですね。まあとでもね、詳しくお話しますが、この現実とね、まあ、非現実というか、本当はそっちの方が現実なのかもしれませんけども、なんか世界、宇宙と溶き合う感じとね、これはまあ交互にこう来る感覚なんですよね。それで今度ね、痛んだかと思ったら右腕は完全に舞いして、 体の横にもうブラーンとね、腕が垂れ下がったと。さらには右腕がギロチンで切断されたように感じたと。こうも語ってます。その瞬間分かったっていうんですね。自分は脳卒中になったんだ。これ専門家ですから。自分の体の状態から、あ、私は脳卒中になったんだということに気づいたそうです。でその時どう思ったか。なんてすごいことなのわおーって思ったんですね。どういうことかっていうと、自分は脳の専門家だけども、 この脳の専門家がね、内側から、いわゆる自分の中から脳卒中について研究できるなんてラッキーって思ったそうですね。これすごい。<laughs> こんな人は多分今まで一人もなかったはず。これは絶好の機会とね、今、ま、日、あ、前向きというか、まあ、すごいですね。まあ、こう思われたそうです。そして幸いなことに、まあ、さっきダラーンとなったね、右手が少し回復してきたそうです。で、疲れたし、ちょっとね、ベッドで横になろうと。横になりたいと。 こう思ったんですけども、心の奥底から、もし今横になったらきっと二度と起き上がれなくなる。こういうね、まあ、声なき声を聞いたそうですね。ま、冷静な部分の脳の命令が自分に発せられたということでしょう。そして自分の体は貴重で壊れやすい贈り物だと感じた。これまでこの体を借りていただけだったことに今まで気づかなかった。この体は借り物だった。この体は 私という名のエネルギーが三次元の外部に広がっていく扉だと思ったっていうんですね。これすごいですね。私というのは、私という名のエネルギー、生命エネルギー、それが本質であって、この体は借り物。その借り物の体は、私という名のエネルギーが三次元の外部、外へと広がっていく扉、まあ、入り口のようなものだと。このように感じたっていうんですね。ここ非常に大切で。 興味深いところですね。するとまたね、現実に引き戻される。何をしてるの助けを呼ぶのよ。まあ、もう一人の自分が言うと言いますかね、まあ、我に帰ったわけですね。これをジルさんは、右脳マインドと左脳マインドが交互に入れ替わるかのようだったと。まあ、こう言ってますけども、一般的にね、右脳というのは感覚的なもの、左脳というのが言語とかね、理屈のものってこう言われてますけども、まあ、最近の研究でね、専門家に言わせますと、 この右脳左脳というのはどうも、そんな根拠はないっていう。まあ、これがどちらかというと主流になって、まあ、これどちらが本当かね、まだわかりませんので、まあ、今回は仮に、ジルさんが右脳マインドと言っているのをね、感覚マインドと置き換え、左脳マインドと言っているものを理論マインドと置き換えたいと思います。まあ、内容からこうね、名前を変えて、今回は表現したいと思います。そしてジルさんはですね、理論マインドが失われ、 物事を順序立てて考えなくなってしまったんですね。過去、現在、未来の時系列が順序よく並ばず、全部が孤立してしまった。これは面白いというか、脳のね、ある部分が破損されると、そういった時間の感覚というのが変わってくるわけですね。まあ、当然私たちは過去があって、現在があって、未来があると。まあ、こういう時間の流れというものを感じるわけなんですけども、まあ、本当にそういうものがあるというよりも、 脳がそういうふうに認識しているだけかもしれません。だからそこの部分が崩れますと、もうね、そういった時間の系列というのはなくて、もう全部は孤立してしまったようだと。まあ、こういう表現をしているわけです。そして、短期記憶も長期記憶も失い、ただ自分が流れているように感じられた。エネルギーのね、流れのように感じる。そういう感覚だったということを繰り返し言っています。そして、 数字はどこへ行ったの言葉はどこいわゆる理論マインドの方がね、破損されているので、数字とか言葉というのが分からなくなってくるわけです。さらに、私は誰なの私は何をしているのこれも分からなくなってきたっていうんですね。で脳に残されたメッセージを総動員し、何をしているの助けを呼ぶなよともう自分に言い聞かせたっていうんですね。ところがすぐにね、あら、私何してるんだっけと分からなくなっちゃうんですよ。それで、 またね、あ、そうだそうだ、助けを呼ばなきゃと、やっとやっと思い出して。それでこれも電話をかけようとするんですけども、その番号の数字がね、わかなくなってるわけですよ。2はね、もう数字の2でなく、格好が2に似た模様になってたってんですね。だけどももう模様で一応わかりますからね。のこの模様にあったね、番号をこう押していこうということで、一つ一つね、頑張ってこう押していったそうなんですね。 リやっとね、こう電話繋がったそうです。それも自分が知ってる同僚の人がね、ちゃんと会社でタイミングよく出てくれた。ところがね、その声っていうのが、ワン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 みたいな感じで、犬のゴールデンリトリバーの鳴き声のように聞こえたって言うんですねで。何言ってるかわかんないで。自分はね、とにかく伝えなきゃということで、もしもしジルだけど助けて、とこうはっきり自分では言ったように思えてるんですけども、実際はですね、 後から聞いた話、ジル一体何言ってるかわからないと。まあ、向こうもう、まあ、めき声にね、なんかこう聞こえたそうですね。まあ、それでもこれはただならぬことが起きたと。まあ、向こうも脳のね、関係の会社の人ですから、まあ、分かって、大丈夫、ね、今から迎えに行くから、落ち着いてということを伝えたそうですねで。ジルさんは相変わらずワンワンという声しか聞こえないんですけども、そのなんか言葉の波長がね、あこれはなんか。 理解してくれて、助けに来てくれるに違いないということを感じることができたそうですね。それで安心して電話を切ることができたそうです。で、実際ね、同僚が駆けつけてくれて、病院に連れて行ってくれて、一命を取り留めることができたんですね。ただ、回復するのには8年ほどかかったそうです。まあ、それでもね、回復できたおかげでこの本を書くことができたんですけども、この中で繰り返しね、書いてるのは 理論マインドの時は、この自分、一個の自分というものを感じ、感覚マインドの時は自分がエネルギーのような、宇宙と一つのような感覚になるということを変えているわけですね。さらに、私はあの時の感覚から人類という家族の平等な一員と感じるようになった。理論マインドの時はね、私、人、まあ、いわゆる自分と他人、場合によっては、 味方と敵みたいな、こういう自分と違うものと、こう感じるんですけども、この感覚マインド、エネルギーの状態になるとね、もう宇宙と一つですから、みんなとも同じみたいな感じでね、敵、味方っていうのはもうない、みんな平等、みんな家族、兄弟こういう感覚になったで。みんながこういう感覚持てればね、戦争もなくなり平和になるのにということをまた訴えているわけなんです。そしてそういうことを伝えるのは、決してね、無駄なことではないと。 ということを訴えてますね。このように、理論マインドの時には、こう感じ。感覚マインドの時は、エネルギーに感じられる。同じ自分、私なんですけども、一つの私が、このようにね、感じるともあれば、エネルギーのように感じるともある。このことをね、覚えていただいて、次に進みたいと思います。次は、量子力学についてですね。まあ、これ話すと非常に長いね、時間になりますので、詳しくはこちらの動画でお話してまして、 これは概要欄、コメント欄にね、リンクを貼ってますけども。今日はその中から、今日の流れに関係がね、深いところをピックアップしてお話しいたします。まずはですね、量子力学、量子論とも言われますけども、それに大きく寄与しました、ニールス・ボア。このボアは、量子論に初めて出会ったとき、ショックを受けない人は量子論を理解できてないと、他だってますね。この量子論、量子力学というのは、私たちの日常をぶっ飛ばすね。非常に、 驚くべき理論なんですねで。理屈で考えると、もうちょっとね、ついていけないようなところがあるんですけども、実験観察の結果はそうなるということで、まあ、現実にそれを生かしてね、今この動画を見ておられる、まあ、スマホとかパソコンとかタブレットとか、そういったものはこの量子理学の理論に基づいて動いているわけなんですね。最も現代に貢献しているのがこの量子理学とも言えますで。実用面では非常にいいんですけど、理論からするとぶっ飛んでるんですね。 想像を絶する世界であります。ですから、リチャード・ファインマンというね、非常に優れたノーベル賞受賞者も、量子力学を理解している人は一人もいないと言っていいと。このようにも語っています。また、アインシュタインは、常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことだ。こういう言葉を残しています。これ大事なんですね。なんか科学と聞くとね、もう全部私たちの理屈でわかる筋の通った常識的なものだろうと。 こうって、ちょっとその常識を超えるとね、非科学的だみたいにこう言う人いるんですけど、それちょっとニュートン力学レベルじゃないかなっていう気がします。このアインシュタインの相対性理論とか、量子力学とか、もうこういったことはね、もう常識通じないんですね。ですから私たちもっとこういった量子力学とか学んで、この常識の範囲を広げるというか、スケールを大きくするというか、凝り固まった脳を柔らかくするというか、まあそういったことをすることをお勧めいたしますね。そういったことも踏まえまして、 私たちが常識と思っていることは、18歳、いわゆる若い時に得た情報による偏見の集まりだと。まあ、こういうことを言ってるわけです。さらに、想像力は知識より重要である。知識には限界がある。想像力は世界を包み込む。こう言ってます。これも科学において非常に大事なことなんですね。まあ、よく言われるのは、それ科学で証明されたんですかえ、まだ証明されてない仮説じゃあ、それ嘘ですね。 何の根拠にもなりませんね。まあ、このようにね、言い,い人ありますけども、もちろん科学で否定されたことならね、非科学的と言えるんですけども、科学の仮説っていうのは馬鹿にならないんですよ。でアインシュタインはそういう発想が優れてたので、ものすごい大科学者になったわけですね。ですから、まあ、仮説を過大評価してもいけませんけど、過小評価すべきではないということもね、この機会に知っていただければと思います。それを踏まえて、量子理学の 具体的な説明をしていきたいと思います。まず、量子力学っていうのはですね、ミクロのいわゆるちっちゃい世界をね、守備範囲とした学問なんですね。まあ、分子、原子、さらに原子核、電子、最後には素粒子というね、まあ、そういう最小単位と言われるものが科学で分かってきてますけども、その分子からね、さらに小さい側、このミクロの世界を扱ったのが量子力学なんです。そしてそこにはもう驚くべきことがいろいろ分かってきたんですね。 その一つが、量子の二重性と言われるものです。これはどういうことかというと、量子というのは、粒子、粒でもあるし、波、エネルギーのようなね、波のようなものでもある。カチッとした粒とね、波というのは全く別物ですけども、その両方の性質を持っているということなんですね。いわゆる分子とか電子とかね、素粒子というものは、粒子でもあるし、波でもあると。こういうことなんですよ。そのことが鮮明になった。 驚学の二重スリット実験という有名な実験があるんですね。スリットというのは切れ目とかね、隙間っていう意味です。スカートの切れ目をスリットと言ったりしますけど、あれですね。でこの図で言いますと、この二つね、隙間が空いてますよね。これを二重スリットというわけですで。詳しい内容については先ほど紹介した量子力学の動画でお話してますが、今日は結論部分のね、ところを簡単に紹介したいと思います。まずこの実験、電子銃と言いましてね、 電子を打つことができる。そういう機械があるんですね。電子銃を二重スリット越しにスクリーンに打ち込むと。こういう実験をしました。大きく三通りの、ね、実験があるんですけども、一つ目は、その電子を一つだけね、打つという、こういう実験です。でこれはまあ、ありきたりにね、その隙間の先にポツンと点ができたわけですね。これは何の不思議もないことです。まあ、電子というのは、粒子、粒の性質があるんだなと。こうみんな思うわけです。 ところがですね、この2番目の実験、これによって驚くべき結果が出た。先ほどは、一つだけね、電子を打ったわけなんですけども、今度は電子をね、バババババーっとたくさん打ったわけです。するとどうなったかというと、スクリーンにね、干渉ができた。干渉って、これが波の性質なんですね。さっきは粒の性質でしたけども、今度は波の性質が現れたんです。どういうことか、説明していきます。 先ほどスクリーンに干渉ができたと言いますけど、まあ、いわゆるこういう状態ですね。電子が当たったとこと、当たってないところがこうできたわけなんですけども、一番驚くのはこの真ん中のとこですよね。これは普通にね、打ったまでは、こんな場所に当たるはずないんですよ。壁が邪魔して。だけども、電子がこう波のようにね、いわゆる池とかにこう石をね、ポンと投げると、そこに波紋ができますよね。もう一個ね、石を投げると、またその波紋と波紋がこうぶつかってこう行くわけなんですけど、 ちょうどそういったような感じになったわけですね。でそういうふうにこう波動に広がっていくと、普通当たるはずがない壁の真後ろに電子が届くと。こういうことになったわけです。さらに驚くべきなのは三つ目の実験なんですね。これは電子を少しずつ打ったという実験です。どうなったかというと、これが実際の実験の写真なんですけども、少しずつね、打ちますからポツンポツンとね、スクリーンに跡がつきます。 ここは別に何もおかしくないんですけども、だんだんこう打っていくとですね、どうなっていくかというと、最後はですね、干渉ができるっていうね、<laughs> 一つずつ打ったはずなのに、何回もこう打っていくと干渉になるっていう、謎の性質なんですね。まあ、こういった実験などから、量子というのは粒子、粒でもあるし、波でもあると。二つの性質を同時に持っている。これを量子の二重性というわけなんです。しかもですね、この量子は、 観測した時に波が収束して粒子になるという、こういう特徴があるようだと。こんな驚くべきことが分かったんです。つまり実験の結果は、私たちが見ているか見ていないかによって結果は変わるんですね。で見た瞬間に波の性質が粒子になるっていう。まさにちょっと常識では考えられないね。こういう結果になったんです。しかし常識で考えられようがね、考えられないが、もうこういう結果がはっきり出てる。これいろんな人がね、いろんなところで実験しても、 みんな同じ結果になるんですよで。ここでね、思い出しますよね。理論マインドの時はこう。これはちょうど粒子みたいな状態ですね。で感覚マインドの時はエネルギー。これはまさに波の状態ですよね。量子力学の実験と脳の状態。これによって自分というものの感覚はこうね、個人のように思ったり、エネルギーで宇宙に繋がったように思えたりと、こう変わってくるとありましたけど、これ量子力学の世界観とピターッとくるわけなんですね。 両子も二重性を持っているし、私も二重性を持っているのかもしれないですね。では、仏教ではどう教えられているんでしょうか。2600年前、インドで活躍されたお釈迦様が教えられた教えですけども、今日この仏教がね、非常にこの科学的だということで注目を浴びています。その仏教には、因果の通りということが教えられているんですね。因というのは原因の因。果というのは結果の果ですから、 原因と結果の関係です。つまり、どんな結果にも必ず原因がある。原因なしに起きる結果は万に一つ、億に一つないという、非常に科学的な教えなんですね。でさらに、これはですね、詳しく言いますと、因縁化の道理だと言われます。これがまた重要なところ。現代科学を先駆けていた、そういう思想で、多くの現代科学者が驚いてるんです。びっくりしてるんですね。で因縁化の道理とはどういうことか これ具体的に説明した方が分かりやすいので、米をね、例にお話ししましょう。米ができたというのは一つの結果ですけども、それには因、種が必要ですね。もみ種が必要であります。しかし、もみ種さえあれば米ができるわけではありません。日の光とか水とか土とかね、そういった因、環境が必要ですね。そういった因と縁が合わさって、これを因縁和合と言いますけども、因縁和合して結果が生じる。 因だけでも結果は生じませんし、縁だけでも結果は生じないわけですね。これはすべてのもののね、因縁、因縁かの道理でありますけども、これは私たちの人生にも当てはまります。いわゆる私たちの運命、幸せとか不幸とか、まあ、こういう結果ですね。これは何によって決まるのか。すべては因縁によって決まるんだよと。とこのように仏教で教えられます。具体的に言いますと、その因というのは合であると。 お釈迦様も教えられるんですね。卒業の行の字を書いてゴーと読みますけども、これは私たちの行い、行為のことなんですね。インドではカルマと言われたりもいたします。その行いをしたものことが縁に触れますと因縁は合して、目に見える幸不幸という結果を生み出すということなんです。もうちょっと詳しくお話ししていきましょう。今ね、行いが運命を生み出すとお話ししましたけども、その行いゴーにはですね、力がありまして、 これを合力って言うんですね。詳しくはね、こちらの動画でお話し,しますけども、今はね、私たちの行い、合には力があるということをね、覚えておいてください。でその行いがですね、運命を生み出す仕組みということについてお話し,しますけども、私たちがやった行いは、アラヤ式という心に蓄えられると言われます。アラヤというのはどういう意味かと言いますと、蔵という意味なんですね。インドの北にヒマラヤというね、大きな山がありますけど、あのヒマラヤは、ヒム、アラヤ をくっつけてヒムアラヤになってるんですねで。ヒムというのは雪という意味、アラヤというのは蔵という意味ですから、ヒマラヤというのは雪の蔵、たくさんの雪をね蓄えてるようなそういう山であるということで言われてますから、アラヤというのは蔵という意味であり、アレヤシクというのは蔵のような頃なんですね。で、このアレヤシクというのは心理学で言いますと意識の下にあります無意識、潜在意識にあたるまあ、そういう頃です。 まあ心理学よりもっと実は深いんですけどね。20世紀に始まりました、この無意識の研究よりももっと早く、しかももっと深い内容が2600年前に教えられたということで、ユングとかね、そういう有名な心理学者は仏教に大変注目し、経典を学んだりしてますね。その仏教では八色と言いまして、色というのはね、心という意味で、その心にも八通りあると教えられます。具体的に言いますと、原色、 これは目の心ですね。ものを見るという心です。この眼球さえあればね、物事が見えるわけなくて。それが脳神経を通じて、脳にね、その目の部分、それをつかさる部分があるということも、これ分かってまして。まあそういったことを言われたんでしょうね。原式。認識というのは耳の心。まあ、音楽を聴いたり、会話をしたりと。それがまた耳のね、神経を通って、脳の部分で理解するわけです。で、美識、鼻の心ですね。 いい香りだとか、ガス臭いとか、まあ、こういうのを判断する場所であります。絶識、下の心。これは味覚ですね。甘いとか苦いとか。まあ、こういうのを判別する心。心識というのは体の心。いろいろ触れてね、柔らかいなとか、痛いとか。まあ、こういったものですね。この5つを前後式と言います。でその5つを統括するのが意識でありますね。私たちが普通心と思っているのはこの意識レベルのことです。 なんかボールが飛んできたというのをね、目の心で判断して、これは避けなきゃ危ないと意識が判断して体を動かすと。まあこういった関係にあるわけです。でその意識の下のね、無意識レベルで、マナー式と言われるものがあります。まあ、これは簡単に言うと、ものに執着する心なんですね。そして、8番目に荒屋式。この蔵のような心がありまして、これは私たちの本心であると仏教で教えられます。で例えるならば、 荒屋敷というのは川のようなもので、この肉体というのはその川のね、表面にぽっとできた泡粒のようなもので、その泡粒というのはしばらく流れてパッと消えてきますね。しかしそれでも川は全く変わらずにこう、とうとうと流れていく。この肉体が全てと私たちは思いがちですけども、それは川にね、できた泡粒のようなものでしかないと。このように仏教で教えられます。その蔵のようなところ、荒屋敷でありますけども、 ここに何を蓄えるのかと言いますと、先ほど話したように、業を蓄えるわけですね。業というのは、カルマとも言われまして、行い、行為のことでしたね。でその行いにも実は3通りありまして、これを三業と言います。どういう3つかと言いますと、信号、苦号、異業、略して真空意の三業と言いますけども、この3つです。信号というのは、体の行い。まあ、普通行いと言ったら、この信号もよくありますね。 歩いたり、走ったり、寝たり、飛んだり。まあこういったものはみんな信号です。苦号というのは口の行い。まあ私はね、こうやって喋ってますけども、話をしてますけども、これは口の行いです。まあ人間関係というのはこの言葉によって、ね、ほとんど決まると言われますけども、いつもね、嫌味ばっかり言ってる、悪口ばっかり言ってる、陰口ばっかり言ってる、嘘ばっかり言ってる。まあこういう人はね、嫌われますし、優しいねぎらいの言葉をかけてくれる。励ましの言葉でね、勇気づけてくれる。まあそういう人は、 疲れ、愛されますよね。で、異合というのは心の行いなんですね。今、私の話を聞かれて、いろんなことをこう考えてる、思ったりしてると思いますけども、これは異合であります。で異合というのはね、もう目に見えませんし、耳にも聞こえませんけども、これも行い。いや、思ったことを言ったりやったりするわけですから、口を動かし、体を動かしているのは異合。これが一番大事だと、こうも仏教で教えられます。で、その合ですね、三号が、 ちょうど種のようになって、荒屋敷に収まるんですね。これを合集時と言います。結果を生み出す種ですねで。種というとなんか目に見えるね、粒のようなイメージがありますけども、そういった粒の形で収まるんじゃなくて、剛力、力となって荒屋敷に収まる。これが剛力なんですね。まあイメージで言うとこんな感じですね。荒屋敷という永遠の生命の流れがありまして、そこに合が収まる。収まるときには、やがて結果を生み出す種となって、 それがエネルギー、力の形となって収まると。まあそういう意味で荒屋式というのは、たくさんの合力が集まった、そういう力の流れ、生命エネルギーと、まあこうも表現していいかもしれません。で、その荒屋式にね、いろんな合、三合、行ったりやったり思ったり、この種まきがどんどんとね、蓄えられていくわけなんですけども、それが縁が来た時に、目に見える幸不幸という結果を生み出す。 いわゆる因縁和合した時に運命が決まるということなんですね。初めから運命は決まっているわけじゃない。私たちがやった行いによって、それが因縁和合した時に初めて運命が生み出されるということなんですね。ですから仏教は決定論じゃない。宿命論でもない。神から決めたものでもない。私たちの行いによって運命はどれだけでもね、変えられる。作り出せる。生み出せるということなんですね。でここでね、今日話した内容が 思い起こされますよね。私たちがやった行い、これは合力となって、荒屋式に収まってるわけですけども、その荒屋式、これはいわゆるエネルギー状態ですね。量子理学的には波の状態と言っていいでしょう。本来これが私たちの姿。それが因縁和合したときに、一つのはっきりとした結果となって現れる。これがこの私でありね、量子理学的に言うと粒子であると。まあ、こうも言えるわけです。 でマイトタネがね、どん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 結果に現れてますから、まあ、肉体はずっとこうあるわけなんですけども、その本質はエネルギー、荒屋式であるということなんですね。次、私たちはね、意識とか五感、これが私、この私、それが全ての私、こう思ってますけども、それは実は生命の本質でない。生命の本質は、この荒屋式、生命エネルギーの方にあるということなんですね。これが脳科学的にも、量子学的にも、 ピターと来ることなんですね。しかも仏教ではね、どれだけお金を手に入れても、どれだけ友達に囲まれても、何か満たされない不安な心、何かが足らない。なぜか心が満たされない。そしてやがて死んでいかねばなりませんけども、死を前にすると不安な心が出てくる。なぜか。この無明豪唱という病にですね、この荒れ屋敷がかかってると。こういうふうに教えられるんですね。ですから肉体的に何も問題がなくても、 人間に生まれてよかったという生命の鍵がない。喜ぶこともあるけども、やっぱりね、その喜びが続かないと。こうなってしまうのは、私たちの本心であるレア,ア式が無明という山にかかっているからだと。こうお釈迦様教えられるわけです。でそれが全開しますと。いわゆる無明の闇というね、暗い心が破れますと。人間に生まれてよかったという幸せになれるんですね。これを有名な 昇進弦には、は、無明案と言われ、仏教で、は、漫画とも言われるんですね。闇が破れて、人間に生まれてよかった、という究極の願いが満たされる。いわゆる病が全壊するということがある。その無明の闇という病は、どういう病なのか。これも仏教で教えられてますし、どうすれば全壊するのか。全壊した状態というのは、どういう状態なのか。これも明らかにされて、このチャンネルでは、いろんな角度から、このことについてお話しています。 で、アレア式に関してはね、こちらの動画で詳しくお話してますので、ぜひこちらもお聞きください。このチャンネルの最新情報、有益情報が届くメルマガを発行してます。今キャンペーン中ですので、こちらの QR コードか、下の概要欄、コメント欄からご登録ください。今日の内容が少しでも良かったと思っていただいたら、高評価ボタン、またコメントをお願いいたします。今日の関連動画はこちらです。さらに詳しい内容は、下の概要欄、コメント欄にございます。 このチャンネルがどこに行ったか分からなくならないように、この丸いところを押していただいてチャンネル登録お願いいたします。私のモチベーションアップにもつながります。それではまた。